ヨーホー YouTube 谷口正史です。谷口正史の YouTube チャンネル TMT へようこそ。今回もマインクラフトで遊んでいきたいと思います。はい、皆さん、今回は神回でした。というのはですね、なんと録画ミスをしまして、おそらく1時間弱あったと思います。その1時間弱終わって、撮り終わった、完璧だぜと思ったら録画されていませんでした。BGM もかかっちゃったね。ほら、BGM の音量もきちんと直ってるでしょ。はい、最近ですね、編集を覚えて、まあもちろんね、切って貼ってしてるだけかもしれませんが、ようやく少しずつ編集を覚えて、ちょっとでも楽しんでもらえる動画をと思っているんですが、今回はですね、ノーカットで、ノー編集で、谷口正史の思い出しながらのトークで今回の動画を振り返っていきたいと思います。撮ったやつを。いや、悲しい、ほんと悲しい。まずですね、マサバスタに戻り、ダイヤのツルハシを作りました。ね、なんで中にしまってるか後で言いますね。ほら、これダイヤモンドのツルハシ。そして重要なのはこれ、黒曜石。このちょっとこういう操作も今日は全部見せますよ。はい、これ、はい、これダイヤのツルハシ作りましたね。で、早速ですよ、行きましたよ。あ、こっちじゃない。そう、こうやって間違えた、さっきも。で、この下に行きまして、はい、ここにね、あの黒いやつね、取りに行ったんですよ。で、ほら、もうこの形になっちゃってるでしょ。こうやってなんか掘られてるでしょ。掘ったら下から溶岩が出てきちゃって、掘れたんですよ。こうやって結局ね、ずいぶん硬いんですけど、そしたらね、こうやって溶けちゃうので、あ、これ溶けちゃう、どうしようってなって、この水をかけたので、あ、埋まっちゃうっつって止めたら、あれってなって、水がかかるとこいつらが黒曜石になるの、溶岩が。ほらっていうことに気づいて、この黒曜石っていうのが取れましたと。これね、これ黒いので、まあ正直これ何に使うか全然わかんなくて、まあ家に帰って、マサバスタに帰ってから、まあ、調べましょうと。で、けどね、結構ここまで来るのにも、あのマサバスタから来たからね、時間かかってたわけですよ、結構。何気に。で、このね、水熱を使って、ウィーウィーウィーって上に行けるようになりまして、OK。で、あれ？どうやって行ったんだっけ？こうやって行ったのか。ね。こうやって行ったんだよね。
あれ、もっといく。あ、そっか。これ閉じちゃってんのね。こうやって登って。あ、危ね。よし。はい、つながったと。で、こうやってどうにかね、こうにか黒曜石を取って、一体何なんだって、戻ってきたわけですよ、僕は。何これ。あ、もう、今日編集しないわけで、これも。これもこのままいくからね。で、戻ってきて、ここでね、動画をこうやって撮り直そうと、こうやってね、編集してこういうふうに撮り直そうとしたら、後ろからゾンビが来たんですよ。えって、組んだゾンビみたいな。あれ、だってあっちもう攻めたよね、全部と。おかしくないって、この後ろからね、ゾンビが攻めてきたの。で、まあ、まず1匹だったんで、とりあえずポンポンポンとやっつけて、まあ、いっかと。で、まあ、ちょっとこっちまで行って、ここにね、松明をポンポンポンってやって、また戻ってきて、もう1個ね、ほら、目的だったこのコンパスを作りましたよって。はい、コンパスを作ったよーって、いろいろここにやってたんですよ。コンパスの使い方もちょっとよく分かりません、正直。分かんなかった。で、分かんねえってやりながら、もうけどこっち気になるね、行ってみようって言ったら、ででんっつって、あれ、何このブロックって、なんか苔がついてるブロックがあるよと。え、なんでなんで、怖くない？そういえばコメントのアドバイスで、苔がついたブロックがあったら危ないですよっていうのがなんかあったなぁと思って、ピョンって乗ったら、あれ？繋がってる、あっちがと。で、ここ一段登った瞬間、うーっつって、来たのいっぱい。あれ？怖い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 って、これめっちゃ戦って、どうしよう、けどここまでやるのにもう動画いっぱい撮ったよ。結構時間経っちゃったけど、こんなの見えちゃったらもう行くしかないよね。行こうって言って行ったわけですよ。奥につながってる、あれ、何これ、扉がある、やばい、奥にも扉ある、やばい、これ、しかもなんかこれ入り口じゃない、これ、あれ、怖い、何これ、つってこういうふうにやってて、全部ね、こっちの扉もガチャ開けて、中入って、いる、ガチャやって、で、この下に松明やってみたいな、全部こういうふうに、あれ、行き止まりみたいなさ、全部こういうふうにやってて、で、こっちもガチャ、何これ、階段がある、何これ、何これ、っつって、こんな勢いでは登れなかったよ。ゆっくり登って、あれ、行き止まりだって、全部閉じて、で、この奥に行ったわけですよ。そしたらこの奥からめっちゃくちゃ出てきたの。これ今ね、猫がニャーってなってるけど、この奥からドア開けた瞬間めっちゃくちゃ出てきて、僕は頭使いました。逃げました、こうやって。逃げて、逃げて、ここまで来て、ここで迎え撃ったの。こうやって。そしたらね、1匹ずつしか来れないじゃん。すごい、本当にね、20匹ぐらいやっつけたと思う。わー、全部本当に、わー、本当ですよ、嘘じゃないよ、武勇伝じゃないよ、本当に、本当の話。20匹ぐらいやっつけたので、よしと、これはやっつけたぞ、いけるだろうと。じゃあついにこの奥行ってみよう、何だったんだこれ、怖いなーっつって言いながらこうやって進んでたの。あれ、だけどなんかこれ見たことあるな、これっつって、あれ、この牢屋？ん？なんだ？あれ、これ、あれ？行き止まり？なんだろ、これ。なんかどっかで見たことあるんだ、これ。あれ？まあ、いっか。まあ、いっか。つって。いや、なんかこのちょんちょん覚えてんだよな、みたいな。
で戻ってきて、あれ結局何もねえんだこれ、うん、あれ上があるぞこれ、あれそういえば前に第一ダンジョン行った時に下に入り口が見えたな、あれもしかして、で登って来たらこの風景これだ、間違いなくこれ、ここにゾンビスポーナーがあった場所じゃねえかってことで、ほら見覚えあります、第一ダンジョンですこれ、ほらほら、あの3つのろうそく覚えてる、これ松明、こうやって曲がるんだよってね、ここ第一ダンジョンとつながってたので、ほら本棚、本ね、まさかの大発見でしょこれ、全部つながってたんですよ、すごくない、すんごい大冒険だったっけ、今こうやって話しちゃうとこれだけで終わっちゃうけど、もう掘っちゃうよ、これは何、鉄鉱石、もうなんかドットだよね、大冒険だったのに、この奥にもなんかありそうなんだけどさ、もうもうちょっと今日そこに行くテンションはないよね。うわ、ちょっと待って。え？え？嘘でしょ？地にもあるやんけ、ちょっとちょっと、あれあれ、あそことつながってんのか、なるほど、うわ広いだここ、まさかの大冒険が始まっちゃうのか、これあれなんか明るい、洋館祭りだなこの辺、あらーこれはちょっと随分広いわね、あれあれあれ、うん、ちょっとこれは次にしときましょうか。
ね、ちょっとさすがに俺ね、もう1時間以上今これマインクラフトをやって2時間ぐらいかな。もうこれなんだろう、なんで草が生えてんだろう。珍しい、ここなんだろう、すげえとこ見つけちゃったな。それにしても、そしてダイヤモンドのツルハシが超強いんだよな。いや、ここはすごいダンジョンだわ、全部。これはすごい。もうね、ご飯もないんですよ。食べちゃったの、いっぱいも。この肉しかない。いや、皆さん、僕の大冒険、少しは伝わってくれましたか？大発見だったんですよ。第一ダンジョンと第2ダンジョンがつながっていた。ちょっとね、もう今ね、感情がダルダルになっていて、今見つけたダンジョン奥、それもすごい発見だったんですけど、もうなんかわーっていう気持ちになれない。いやー、あ、まあけど、まずコンパス作りました。で、ダイヤモンドのツルハシ作りました。作りました。で、黒曜石をゲットしました。そして新たな地下を見つけました。というわけで、ああ、ちょうどいいタイミングで BGM も流れましたね。谷口まさしの YouTube チャンネル TMT、 今回は久しぶりにノー編集ノーライフ海賊用法でやってきました。黒曜石のね、使い方とかコンパスの使い方教えてください。お願いします。では次回は、先ほど見つけたあの地下ね、マグマがあった地下へ飛び込みたいと思います。ちょっとですね、もうゆっくり休みます。ではまた。谷口正志でした。さようなら。